西洋館とは、開国から第二次世界大戦までの時代に、日本で建設された西洋の建築様式を用いた建物である。主として、住宅を指す洋館や洋風建築とも言う。なお、神戸では、幕末期から明治期に建築された西洋館を偉人館と呼び、大正期から戦前昭和期に建築された西洋館を洋館と呼んで区別している。 蒸気のような西洋館に刺激されて次第に各地域でも地元の職人による西洋館が建てられるようになった。写真館や病院、医院、学校などでは西洋風のデザインが好まれた。明治以降の社会でも一般的な住居は和風建築であった。一部の政治家や実業家などで進んで西洋風の生活スタイルを取り入れるために 西洋館を建設した者も,もいるが、天井が高く、開放性が低い西洋館の作りは、四季の気温の変化が大きくたうた質の日本の風土とは、必ずしも適合しない面があった。半身館の富裕層が多く暮らした足屋では、来客を応接する洋館と、主人や家族が生活する日本家屋を組み合わせた、邸宅が多く建てられた。地元の研究者である、福島忠次はこれらを、 和洋館と分類している。滋賀県を中心に活動していた建築家、ウィリアム・メレル・ボーリズの作品が手本になったというが、太平洋戦争時の空襲と阪神・淡路大震災の被害でほとんど現存していない。伝統的な和風住宅が圧倒的な時代に作られた西洋館にはエキゾチックなイメージと怪しげな雰囲気が醸し出され、 しばしば探偵小説などの舞台になった。第二次世界大戦が終わると生活スタイルは急激に変化し住宅の形式も大きく変わった。西洋風の様式と過去の様式を否定するモダニズム建築の影響も受けながら日本の風土に合わせて工夫された非伝統的なスタイルの住宅が伝統的な和風住宅よりも優勢になってきた。 欧米化が普及した今日、西洋風の外見では質のない住宅であっても、西洋館と呼ぶことはない。和風住宅が一般的であった時代に、あえて洋風の住まいを建てたからこそ、西洋館という呼び方をしたのだと考えられる。ありがとうございます。